これは今から2ヶ月前の話である。やったー。チャンネル登録者1000人いったぞ。よし、早速収益化の申請をしよう。税務署関係の手続きは全部終わらせたから、あとはこのボタンを押すだけだ。よし、あとは申請が承諾されるのを待つだけだな。フォートナイトでもやりながら待ってよっと。そして4日後。収益化が承認されませんでした。だと。コンテンツの繰り返し？そんな、なんでだろう。オープニングとエンディングが良くなかったのかな？失敗にだ。チャンネル登録してください。再申請できるのは1ヶ月後。でも原因がよくわからないから何を改善すればいいのか。あ、思い出した。確か前に収益が剥奪されたけど30日待たずに収益化を復活させてた人がいたような。確かその人の名前は。のだまんゲームズさん。ふむふむ、ツイッターでチーム YouTube っていう場所にお問い合わせをすればいいのね。それじゃあ早速お問い合わせだ。オープニングとエンディングがコンテンツの繰り返しとみなされてるんですか？詳細は言えませんが、コンテンツの繰り返しなんで30日後に変更を加えて再申請してください。原因教えろよ。このことをツイートしたら、村抹茶さんが、日本語で聞いたら日本語で答えてくれると思いますよ。マジでジマ？こうなったらお問い合わせしまくるしかない。時を同じくしてあの大物ゆっくり実況者さんも収益化剥奪をされていた。マジかよ。神酔いさんも収益化剥奪されてるじゃん。これはこのことの動画を作って腰痛運営に訴えるしかない。なにこれ。よし、っていうかこの動画バズって1万再生超えてるじゃん。ニコリ。さあ、腰痛運営お問い合わせの時間だ。ゆっくり実況のライセンスを購入してるから収益化させろ作戦だ。さあ、ラーニー。今回はクソリプ2つ付きの攻撃だー。さあ、腰痛さんよー。このお問い合わせに対しても30日後に再申請しろと言えるかな。変更を加えて30日後に再申請してください。腰痛のアンケート機能で収益化できないことをかこっと。長かった。1ヶ月間耐え切ってみせたぞ。さあ、運命の再申請。変更を加えないといけないみたいなことを言っていたから、昔に作った規約的に怪しい作業用 BGM だけ消したぞ。さあ、これで僕もやっと収益化できるようになるのか。YouTube を始めて1年半以上、よく頑張ったと自分を褒めてあげたいですね。収益化は承諾されませんでした。ふざけんのも大概にせよ。時を同じくしてあの大物ゆっくり実況者さんも収益化剥奪をされていた。マジかよ。昨夜ちゃんのお料理教室さんが収益化剥奪されているだと。これはこのことの動画を作って腰痛運営に訴えるしかない。さっきも見た。また来たぞ YouTube さんよー。今回は前回のお問い合わせで腰痛運営のテンプレ返しを学んだから、そう簡単にはやられないぜ。ポリシー読め読みのポリシーもう読んだ攻撃だー。さあ、この攻撃に対してどう出る？収益化の申請は初めてでしょうか？収益化希望のチャンネルはこれで合ってますか？よし、テンプレ返しをかわしたぞ。はい、合ってます。この流れは収益化できるのでは？逃げられた。真面目におしゃべりできたんですね。探したぞ様子で、一週間経っても返信がないから。引用リツイートをして見つけ出したぞ。さあ、もう逃げることはできない。ポリシーを確認し変更を加えて30日後に再申請してください。ポリシー読め読みのポリシーもう読んだ攻撃だー。ポリシーのゴリ押し、だと、もうダメなのか。いや、まだだ。ポリシーは読んだ。そんなに変更してほしいなら具体的に教えろ。そして、僕の知らないところでリスナーさんもお問い合わせしてくれてた。さあ、腰痛さん、この長き戦いを、僕の収益化という結果で終わらせようじゃないか。サムネイルなどもコンテンツの繰り返しに含まれるので、ポリシーを見て30日後に再申請してください。チャンネルの運営様にお問い合わせしてください。
僕にはまだ収益化は早かったのかな。あと少しで収益化の再申請できるけど、何も変更を加えずに再申請するつもりだからまた落ちるんだろうな。そしてコンテンツの繰り返しについて少し考えてたら、心当たりが一つだけあったんだよね。でもそれを消したらほぼ全ての動画を消すことになるんだよね。あ、それって何かみんなに教えるね。最近の僕の動画これ使いまくってたから、これが原因なんじゃないかなって思えてきたんだよね。ちょっと今度からこのタクマンさんエンディング使うの自粛しようかな。タクマンさんにも申し訳ないし、そしてこのエンディングの代わりになるのを作らないといけないな。どうしようかな。代わりにこのエンディングを使うか？でも最近さあこれ理科はなくなってきてるしな。そもそもパクったらコンテンツの繰り返しになるのでは、もうパクリ引退するしかないのか。でも僕のアイデンティティが。そして悩みに悩んだオプ主は、覚醒しました。そうはならないでしょ。やはり原因はゆっくりボイスだな。いくら僕が動画の内容を変更しようがゆっくりボイスをやめない限り、収益化は通らない。そして収益化の審査は、総再生数に一番加算してる動画と、最新の動画が主にチェックされる。つまり最新の動画を地声にすればワンチャン収益化できる。そして時は来た、収益化の再申請をし、明日僕はライブ配信をするぞー。待ってろよ YouTube、絶対に収益化してやるからな。次の日。さあ、テト配信の準備でもしよっと。こうやれば BGM を追加できるのね。おっと、何の通知かな。なんだと。なぜか収益化通った。再申請してから24時間も経ってないよ。しかも変更を何も加えずに再申請したぞ。もうわけわかんないや。でも収益化できたから、やったー。はい、っていうことで無事に収益化できました。様子で様はお問い合わせの場所もあり、ちゃんと我々の言葉に返信してくださり、とても素晴らしい動画サイトだと思いました。何よりここまで応援してくださった皆様に感謝、ありがとうございます。っていうことで今日の動画はここまで、ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしく、お願いいたします。じゃまた次の動画で会いましょう。バイバイ。お前、プレミアム会員になって、ニコニコにも動画を投稿しろ。なんでお金を払わないと動画投稿できないんだよ。